金策はしなくてもいいと思う。いや結局ね自己満なんだよね。ストーリーやる分にはね日々のテレポ代ぐらいしかいらないからね。金策でお金を稼ぎたいんじゃなくて金策をしたいっていう人が多いイメージは、これをおすすめすると負けぼ PVP がめちゃめちゃ上手くなる人が多いと思うからあえて言わないんだけど。こんにちは、7.05 に入ってから金策が話題になってますけど縮小気味です。金策って必ずしないといけないんでしょうか。金策はしなくてもいいと思う。金策ってまあそのなんでするかっていうと、何か欲しいものが出てきた時に自分が困ることなく買えるぐらいのお金を持ってたらいい感じなのよ。何も目的意識がない人はね。別になんか俺とかってさ今3億あるんだけど、3億ってなんか大体のこのシステムから買えるものはもうお金として手に入るんだけど、中にはお金が増えるのを見るのが好きっていう人がいるわけで、そういう人はやっぱ今何が稼げるのみたいな金策を探してたりする。俺はこういうの見るの結構好きだからお金稼いだりするんだけど、いや結局ね自己満なんだよね。結局ね自分がやりたきゃやる、やりたくなきゃやらないみたいな、そんな感じだと思うんだよね。割とそうだよね。だからみんながやってるから俺もやろうみたいな感じで金策やる分には動機としては十分なんだけど、そんなに必死になってやるもんでもないよっていう気はある。普通にやらなきゃ命取られるとかストーリーが進めないとかそういうわけはないので、そうストーリーやる分にはね日々のテレポ代ぐらいしかいらないからね。なんか金策動画が上がってて焦りがあったので安心しました。金策動画ってね結局一部の人からしたらそのマーケットをいじる手段であったりする人もいるから、そうこれが儲かりますよ、これが儲かりますよって言ったらその値段って安くなるのよ。これ多分仕組み的にはみんな分かってくれるかな。俺が例えばさ、なんだ一番安そうなフラットブレッドか、このフラットブレッドの効果がやばすぎますみたいな、これはゼロ式で今使われていてこれを食べると DPS が上がります、だからこれを作ってマーケットボードで売ればめちゃくちゃ儲かりますよみたいな、こういうあれをしたらフラットブレッドの市場がどんどん下がっていくんですよ。ああじゃあ私もフラットブレッド出そう。何？市場では1000ギルで出してるな、うん700ギルならすぐ売れるだろうつって700ギルで出す人もいるし、700ギル？うん下げやがって許せん、俺は200ギルだつって200ギルで出す人もいるわけ。するとあら不思議、1000ギルだったフラットブレッドが動画を出したっていうその行為だけで200ギルに下がるんだよね。驚きだよね。だから俺は結構昔から言うんだけど、情報は自分の目で確かめましょう。その情報が出た時間とかその情報が本当に確かなのか確認をしましょうっていうのはそういうことなんだよね。あーゴールドラッシュで一番儲けたのは金鉱夫じゃなくて鶴橋を打ってた人、これよくあるよね。最近の金策とかでマジよく言われるわゴールドラッシュの話。みんな気をつけな。その中で俺が一番やっぱ自信を持って言える金策は NPC 金策なんだよね。マーケットボード金策ってねちょっと当てになんないんだよね。情報が出た時にもうその価値って終わってて、正直ね誰でもできるってことはさ、その価格が自分で変えられるのよ負けぼって。だからねあんまり良くない。NPC 金策はその分その変わんないのよ。運営と俺たちの間でギルのやり取りをしてるだけだから、運営が価格を変えない限り、つまりなんかバグとかじゃない限りその金策ってずっと続くから、これが一番安定するんだよね。原価割れで出す人って素材を一つずつ集めて作成してる人とかもそうなんだけど、多分計算してなくて、あ今マーケットボードでこの値段だからちょっと安く出しちゃおうが多いと思う。だからその対抗がすごい原価ギリギリで出してるのに対して、あーもう知らん知らん原価は知らん知らんみたいな人が結構いると思う。なんかね考えずに下げる人が結構多いんだよね。だからなんかそのどっちかっていうとその金策でお金を稼ぎたいんじゃなくて金策をしたいっていう人が多いイメージはある、個人的な感想としては。みんなが金策金策言ってるし、私も僕も金策したろって、金策ってのしたらギルが増えるしなんか暇じゃないからやったろみたいな、いるんだよねこういうのって。だから別にお金とか関係なくみたいな人が結構いる。これ結構ね自分の中で腑に落ちたね。
に粘着するのもやっぱり PVP たるゆえんだよな。負けぼ、負けぼはねピキったら終わりなのと、自分が相場切らしたら終わりだから、この俺のおすすめはこの同じ市場を持つリテイナーを2体持っとく。これ内緒よ、本当に内緒というか結構重要な情報だから秘密ではあるんだけど、実はリテイナーって同じ品を同じリテイナーから3つ4つ出す意味って実はなくて、それするぐらいならいくら面倒でも2つ3つを違うリテイナーから出させた方がいいんだよね。っていうのはなんでかっていうと、この同じリテイナーから同じ品を3品出すって、その品を価格調整してる時にすごい時間かかる、その値段設定。例えばその20品出してて、20品をこの仕入れし直しする時に、まあ、例えば5分かかったとするじゃん。その5分の間市場から撤退してるのと同じなんだよね、感覚的には。でも例えば2体リテイナーがいて、その2体のリテイナーで同じ品を1品ずつ出してたとして、その品出しが10分かかっても20分かかっても市場からは1分も撤退してないんだよね。もう片っぽいじってる時に片っぽが出してるから。だからこれをおすすめすると負けぼ PVP がめちゃめちゃ上手くなる人が多いと思うから、あえて言わないんだけど、同じ戦場に2人のリテイナーを出しておくっていうのはおすすめだね。ギャサクラで儲けるのはね、その参入が簡単なのと、情報、これが儲かるよっていう情報を見つけるのがちょっと簡単なんだよな。負けぼで難しいのって、そもそも市場を見つけるのがそも難しいのよ。でその市場を見つけるのが難しいから、その分その見つかった時の金脈を掘り当てた感が異常なんだよね。でその分新式とかって、なんだ、鉱山の端にさ金脈がキラキラ光ってるみたいな感じだから、みんな掘ってくんだよね。とりあえず金脈見てって、ああここ外れかーつってスルーしてったりするの、見た上でスルーしてったりするんだけど、そこで戦ってるのってもう本当にめちゃめちゃ目立つ場所で、俺たち今金稼ぎしてるぜ、参加者募集中って言ってる、すげえ負けぼ PVP が好きな民ぐらいしかいないんだよね。だいぶね参入ハードルが高いんだよね。だからといって、その新式の金策がもうめちゃめちゃ難しくて絶対行かない方がいいかって言われるとそうじゃなくて、タイミングによるんだよね。でそのタイミングっていうのがだいたい1週間とか2週間とかだって、その鉱山の入り口にはあるんだけど、この表のやつがあらかた取り尽くされた状態、もうパッと見、あーもうここって金脈ないんだって、他の人たちが目にした後ぐらいに奥の方をカン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 って放っとくと、まだ金脈が残ってるみたいな。負けぼって勝ち方が2つあって、1つはもうその出してるやつよりも更新頻度多く出品数多くして、そもそも客に買わせないっていう手、その勝ち方と、もう1つは値段ギャーンつって下げて価格崩壊させて、ああもうここ稼げないわ撤退撤退ってさせる、この2択があるんだよね。でどっちにも対応していかなきゃいけないの。その相手が PVP の相手がどっち狙ってくんのかなって、相手に対応しつつそれで勝ち筋を潰していく、結構長期戦だからねこういうのって。